ソデムン刑務所は建国8年日本で下城岩国内箇所へ。わかりませんから次のナレーションからグーグルの翻訳をしをしました。ソデムン刑務所は1908年日本で下城岩国に箇所れ、祖国の独立のために多くの愛国志士たちがいろいろ習慣共鳴を奪われた骨の病気の歴史の現場です。1945年の解放まで抗日独立運動家たちが投獄された植民地近代刑務所で、解放後も1987年までにソウル拘置所で利用され、民主化の人々が収監されて韓国近現代史の漆黒を抱えている空間です。1987年ソウル拘置所が景気道義用紙に移転し、ソデムングでは聖域化事業を経て1998年にソデムン刑務所歴史館で開館したそうです。セキュリティと庁舎はソデムン刑務所を管理するために監守が業務を見た庁舎の建物です。ソデムン刑務所の建築と拡張遠隔を展示する空間で1923年建築され、建物園を活用して展示館として利用しています。展示は1階に刑務所歴史室、2階には民族抵抗室、地下には調査室と取調室があり、展示内の映像の撮影は禁止されているが、フラッシュを使用していない写真撮影は可能だとします。大きさは受刑者、実際の投獄された建物で、1922年の建築されました。大きさは2階レンガ造りになっており、中央舎では10、11、12大きさを放射状に接続して獄子全体を監視することができたとします。監守事務所と刑務所の衣食住、そして今年の独立運動家、そして廃通家のような大きさ生活の様子を展示していました。大きさ外部には、解放後大きさトイレ跡を見ることができた大きさを展示室に活用して、その時点で受刑者たちの姿を考えることができました。工作者受刑者労役をしていた工場の建物の一つ、1923年建設された建物です。工作者2階レンガ造りで合計8開放が配置されており、その中では木工、衣類の製造などの作業が行われたとします。ハンセン病者受刑者のうち、ハンセン病のような伝染病がかかった人々を配置した大きさです。1923年頃建てられ、建物内部の前方には廊下があり、その後ろに小さなセル2個の大きなセル1個とします。死刑場は日本植民地時代から1987年のソウル拘置所前まで実際死刑が執行された建物とします。1910年代後半の建築たものと推定がされ、死刑場眼下建物の姿を撮影が禁止されていたが、刑務所歴史館外で死刑場の写真を見ることができました。シグムンは死刑後、
遺体を外墓地に移動するために外部と接続しておいた秘密の通路です。崩壊されたことを1992年に独立公園を作成するときに発掘して40メートルを復元したが、実際の長さは200メートル程度と言われているとします。よーく生きる女性たちが収監された空間で1916年頃に建てられたが、1979年に撤去されたことを2011年に復元したそうです。女性ミギョルスが収容されたごとく機関に特異的に地下空間があり、ユガンスンが地下に閉じ込められたという説があったが根拠はないとします。ペンスは、受刑者の脱獄を防止するために4メートルの高さでソデムン刑務所全体をレイアウトインストールしたもので、現在では前方161メートルと裏側214メートルを保存しているとします。暴牢はフェンスに面した高さ10メートルの監視塔で6基の矢倉があったが、現在は2だけ残っているとします。過去の歴史を教訓とし、独立運動家と民主化活動家の自由と平和への信念を覚えているソデムン刑務所歴史館。ここでは、日本の残酷な歴史を示すソデムン刑務所歴史館です。